ドッカーバンクの位置、ドッカーバンクは、イギリスの東方約1 0 0トル沖合にある、北海の浅瀬の広大な砂帯である。面積は約1万7 6 0 0トルあり、最大寸法は、東西が約2 6 0トル、南北が約9 5トルである。水深は15から3 6ルほどで、周囲の海よりも約2 0ル浅い。 地質学的にはモレーンであり、最後の氷期に氷河の南端で形成された。当時はドッカーランドという陸地で本土とつながっていた島であった。かなりの人々が住んでいたとされている。この海域で創業しているトロール船からは大量のデータンが引き上げられている。ドッカーバンクは何度か海戦の舞台になっている。アメリカ独立戦争中の1781年8月5日には、 イギリス艦隊とオランダ艦隊で海戦が行われた。日露戦争中の1904年10月21日にはロシア艦隊がイギリスの漁船を日本の水雷艇と誤認して銃撃したドッカーバンク事件が起きた。第一次世界大戦ではヨークシャー沿岸の街に砲撃を仕掛けたドイツ海軍とイギリス海軍との間で海戦が行われた。1931年に イギリスで、これまで、最大の地震がドッカーバンクで起きた。マグニチュードは6.1で、震源の深さは 23km であった。北海周辺の国々で地震の揺れが感じられ、イングランド東部の広い範囲で被害が生じた。ドッカーバンクは、タラやニシンの漁獲量が多い重要な漁場である。また、この海域には何隻かのナンパ船がある。ありがとうございます。